そうですね、基本的にはずっと神戸の方で練習はしてるんですけど、ちょっと年末年始に胃腸炎にかかってしまって寝正月で過ごしてしまいました。じゃあそのちょっと今なまってしまった体を。そうですね、今今日も朝から練習してきたんで、ちょっとずつ戻してきてます。なるほど。じゃあもう足腰の方はバッチリ鍛えられてるじゃないですか。そうですね、足はなるべく、はい、ちょっと細いんですけどなるべく太くします。逆で、はい、はい、で間もなくキャンプも始まるんですけれども、今回のキャンプのテーマなんかありますから。そうですね、昨シーズンどうしてもストレートばかりの、投球だったので、変化球を磨いていくことと、あと真原さん、平野さんといい中継ぎピッチャーがいっぱいいらっしゃるので、はい、負けないように、なんなら抑えの座も勝ち取れるように。私ばかりが質問するのもなんですので、ここからは皆様からの質問を受け付けたいなと思います。この機会に